電車ってほんと嫌。最近朝の電車乗ることあんの？みたいな。ない。ないんだ。ない。ないけど。てか朝とか関係なく電車が嫌。まあね。映ってんのかな私？映ってなかった。切り株ラジオ。みんな映ってる？映ってるか？一旦光ってない？一旦の。わかんないわ。ちょっと。今日屋根あるからね。屋根。あー暗い。めっちゃミッタンの顔逆に前回とは一変して一変すごい可愛い服着てる。第14回ありがとうありがとう、まあね、前回ね活動休止から復帰してあの大変なことかな活動休止してたんだっていうので、ね、なんかそう前回さそのあんまりなんか再生回数がなんか伸びない悩んでいたりとかちょっとなんか寂しくてみたいなやめちゃってみたいな話をしたらさなんか前回のやつすごい見てくださって、なんかみたいな、みたいな驚きが誰が見てくれたんでみたいな誰が見てくれたんだろうねありがとうございます見てくださってでね今回14回ということで、はい、ちょっと今ね電車のね、うん、電車に乗った時のちょっと愚痴をね今ちょっとこぼしてたんですけど、はい通学を、ぶつかりおじさんにぶつかられたらしくて携帯が吹っ飛びました。最悪じゃない？マジびっくりした。あの人たちってやっぱぶつかりに行ってんのかな？行ってると思うよ、うん、私一回ぶつかりに来てるなって感じでこうやってシュッて行ったことある。あ、わかる。なんか私映像見たことあって、うん、なんかこうやって歩いていく人映像の後ろからこう撮ってる人のやつを見たことがあって、あなんかさやっぱちょっとさ、うん、なんか前向いて歩いてたりしたら、うん、やっぱ気づくときあるじゃん。あるあるある。あ、なんか、あ、来るな。こうね、対面でこうだったときにね。そう、うん、あるね。でもなんか、パッて携帯見たときとか、うん、ちょっと時間確認とか、うんうん、なんかこうなったときに、来られるとね。ちょっともう、わからないですよね。いや、きついわ。しかもなんか携帯が吹っ飛んだのがきついわ。そう、きつい。マジ、割れなくてよかった。ね、本当に割れなくてよかった。怖いです。そう、なんかさ、私、なんか、どうなのって思うのがあってさ、なんか電車でお酒飲んでる人いるじゃん。あ、いるね。めっちゃ怖くない？怖い。いや、怖いし、なんか、酔うのよ。空気感で。ああ、確かに確かに。特にミッタンとかさ、電車でも酔うタイプの人じゃん。うん、あの、アルコールの匂いマジできつくない？結構きついよね。うん。マジで。あれはさ、オッケーなの？別に。まあ、なんか。ダメではないのか。ダメではないのかな。なんか一応隠してはいるじゃん。ああ、そっか。そっか。そっか。でも匂いは充満するよね結構。いやそう本当に。あとさなんかこれは本当に多分私が神経質なだけなんだけど、うん、なんか絶対昨日ニンニク食べたでしょみたいな人がさ口呼吸するのが許せなくて。はい、多分本人気づいてないんだろうね。はい、私の弟です。あーいたわ短いな欲しい。こういう意味で欲しい。そうなんか。いや別にさいいんだよ。だってその人の人生だしさ、うん、そんなニンニク食べることだってありますよもちろん、うん、私だってねありますけど、なんかやっぱその公共の場所という点で、うん、その配慮があってもいいのかなと思うわけ。確かに。でもさ食べたなっていうね。そうそうそう。ちょっとさ、いやマスクしろとまでは言わないけどさ、うん、なんかガンガン口呼吸してさしかも距離近いしね。え、そうなの、うん、なんかなんだろうね。そうなんであれ共通で。そうそうで、なんか、私、ほんと、それこそ昨日かな、出勤の時に、なんか、運よく、まあ、座れたのよ。うん、ね、座れて、ラッキーって思って、で、なんか、朝早くって、私、寝てたの。うん、したら、なんか、匂いがして、起きたのね。うんうん、うわ、みたいな。うん、なんか、匂いがすると思って。で、それお酒の匂いだったんだけど、なんか、多分、二日酔い系のスーツ着た男性が、私、隣に座ってたの、起きたら。うんうん、でなんかもう頭抱えてんのよ。なんかもう、ああみたいな。やだ絶対二日酔いじゃんと思って、マジみたいな。いや、まあまあいいですよと思って、で、こうやって、なんか、私もこうやってさ、もう、うとうとしてるからさ、うん、何が起きてるか状況は分からないわけ。うん、そしたら、なんか、バーって人が乗ってきた駅があって、うん、あ、人増えたなと思って、こうやって顔を上げたら、前に、まあなんか、男子大学生ぐらいの3、4人の集団がいたんだけど、うん、なんか、その、私とその隣のサラリーマンの、その目の前をちょっと開けて立ってんのね。やだ
で、いや、でも大丈夫、多分大丈夫なんだけど、いや、わかんない、わかんないけどね。うん、で、開けて立ってて、うん、で、なんか、開けてんな、みたいな、うん。でもさ、あんまりさ、なんかさ、私はさ、こうやってなんか見んのもなんかあれじゃん。うん、で、もうそのサラリーマンもちょっと寝てんのよ。うん、で、私の方にこうやって、重さがかかってきてたから、私はこう押すんだけど、全然。なんか、ああ、みたいな。うん、こうやってって、私はこう、ああ、みたいな感じでこう離れて、ってやって、そしたらその人が何日か後に降りたの。うん、で、降りたから、何だったんだろうと思って下見たら、水浸しになってて。えいやだからそれが何だか分かんないの。怖い何何の水だか分かんないの。その人が水を飲もうとしてこぼしてしまったのか、うん、その、ゲーなのか、ちょっと分からないんだけど、うん、水浸しになってて、運よく私は踏んでなかったけど、うん、私のとこまでは来てなかったけど、うん、なんかめっちゃ水浸しで、雨降ったか降ってなかったから、うん、みたいな。なんか、怖いってなって、なんか、みたいな顔で、ふって座ってたんだけど、うん、なんかそういうことが最近多くて、電車で。とか、隣の人が、口開けてガム噛む人です。あーら。え、どうやって噛むのそれ。え、なんかさ、普通にさ、もぐもぐじゃなくてさ、うん、あー、やだ。いや、ほんとにさ、私がまあ気にしすぎなんだけど、多分。いやいや、それは気になる。そう、でなんか、音だけだったら別に私、イヤホンしてるから聞こえないの。うん、何気づいたかっていうと、匂いがすごいのよ。なんか、その、なんていうのメンソール、うん、の匂いと、その、何食べたのかわからないけど、その食べ物の匂いだよね。がもうしてきて、で私結構その鼻が割となんて言うんだろう、匂いに結構敏感なタイプなんですよ。わかります。それで気持ち悪くなっちゃったりとかするじゃんね。そう、それであダメだと思って席移ったもんだよ。嫌すぎて私がこけばいいんだと思って違う席行ってみたいな。しかも背低い人ってね、不利、あのね、多分もろ直撃。匂いって下に行くのかな。多分空気重いんかな。あ、まあ、その粒子がね、あるんで、あんま分かんないけど、自分系だから、うん、ね、確かに、それがあるのかもね。本当に電車ってね、いや、ストレス、ストレスだよ。なんかあったみたいな、うちは。なんかもっと楽しい話したいよね。なんかさ、悪口ばっか言ってさ、ごめんね、不快になるよね。すみませんね。なんか綺麗な話しない？大阪行ってたよね、みった。それ行ったんよ。なんか大阪行ってて、なんかさ、まあ、確かにちょろっと話はしてたけど、なんかね、ツーもミッタンもそうなんだけどね、気づいたらどっか行ってんのよ。これ本当に。うわ、違う、言ってる。全然そんな。言ってないだろ。ツーに関しては言ってないだろ。言ってる言ってるってそんな堂々と言える感じじゃないよ、マジで。ごめんなさい。いや、いいんだよ。いや、別に、なんか言えよとは思わないんだけど、じゃびっくりすんの。そのインスタとか見て。ね、うん、え、なんかさ、ツー北海道にいないみたいな。チケット取ったら言うもん。ああ、行くんだ、みたいな。なんかね、みったんが大阪行くみたいな噂を聞いてた。いつ行くのかちょっとわからなかったけど、うん、大阪行くみたいな言ってて、大阪行ってんなと思ったけど、うん、どうだったの？最高だよ、大阪なんて。最高だって。大阪なんてさ、うん、最高でしょ。食べたの、たこ焼き。たこ焼き食べた。あ、そこたこ、マジ美味しいよね。なんか、たこ焼き巡った。あ、そうなんだ。最高。日帰りなのにそんな時間あったの？帰りの新幹線の時間、うん、で走った。すぐ走るじゃん。みった大阪走りがちじゃない？確かに。修学旅行の大阪も走ってたでしょ。うん、走ったと噂を聞いてるよ。同じ大阪城まで高校じゃないですけど、新大阪駅から大阪城まで、うん、もう結構間に合わないと雑巾がけになっちゃうね。帰ったら。そうそう、なんか罰がさ、すごいね。罰が怖いよ。でうちらの班は。前回遠足、東京遠足で遅刻して雑巾がけを食らってて、うん、もう本当に二度とやるかっていう気持ちで、うん、もう本当に一回も休まないで走った。すごい。あ、休憩なしでね。うちらの高校ってマジ軍隊高校だったから。やばいよ、みったんの高校マジめっちゃ速いの走り。あ、そうなんだ。鍛えられてるからね。そう、観光してる外国人の人とかにも、うん、わーおーって言ってくれてる。そうだ。盛りすぎだよ。走ったの。うん。え？何食べたから？たこ焼き。え？たこ焼き食べてたら、待って時間やばいよみたいな。だから、クールジャパン。日本ってこういう街みたいな。やめてよ、日本代表すんな。でもさ、めっちゃ良くない？その映画。外国人からしたらさ、確かに、ふぅわ。私が外国の人だったら、ね、制服着た女子たちがたこ焼き食べながら走ってんでしょ。激アツくない？8人多いわ。多いな。いいね。そうで、うん、本当にあと1分
とか切ってるぐらいで間に合った、うん、こちらの後ろにいた子たちは雑巾がけ、うん、雑巾がけってどこを雑巾がけするの？え、1組から6組まで。あ、どこ？廊下？廊下。あ、もう本当にそれ、そこまで走るの頑張れるぐらいしんどいの、うん、そうなんだ。何往復とか決まってんの？その雑巾がけ何往復？2往復とかあったけどめっちゃしんどいんだよね。そうなんだ。え、空雑巾、空雑巾それやる意味あんの？うん、え、だからきついの、その方が。空雑巾の方が滑んないから。空雑巾の方が滑るんじゃない？え、でもなんか滑んなかった。ああ、そうなんだ。床がそうなのかな。空雑巾やる意味あんのかな。ただそのバスとしてやらしてるえ、ね、なんかさ、罰としてやらせるんだったらさ、ちゃんと意味があることの方がよくない？ね、綺麗、ちゃんと、そう、綺麗になる。まあ多少空雑巾でも綺麗になるだろうけどさ、それは8人でやればね、うん、絶対濡らした方が綺麗になるよな。そうそうなんだ。いや、すごい、みたいな高校すごいですよ、本当に。すごい。だってなんかあれだよね。え、この話ってなんかラジオでしたっけ？なんかした気がしてきたわ。してないっけ？してないかも。なんかすごい気に性が高くなった気に性が高くなった。 ちゃんと見たら映ってる、映ってるから。あ、真ん中にいる、真ん中にいると思う、多分。バランスがすごい悪いけど、うん、ここにいる、うん、多分いるね。なんだっけ、そうそう、見たんのちょっとなんか体育がやばかったよね。そうだよ、週3で5キロ、週3で5キロ走るの？ノルマ。え、合わせてその3日間合わせて5キロじゃなくて5キロ5キロ5キロ体育で5キロ。え、15走るってこと？これさ、バレちゃうんじゃない、高校。いや、バレちゃう、やめとこ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 。全然体育系とかじゃないです。じゃないです。普通の高校、普通の公立高校で。だから1週間15キロ。1週間15キロ。これ走れなくとその分回るんで。回るってない、補修があるんで。結局走ります。え、補修で走るの？ん？補修で走るの？走れなかったら。やば。やばいね。やばいよ。でもさ、え、直筆あった高校？ない。高校ない。いいな。なかったね。体育の力入ってなかった。え、つってさ、高校何やってたの？何もやってなかったよ。そう、なんか2のさ、高校エピさ、ね、知らなすぎてさ、何もないよ。とりあえず学校行って、うん、帰ってって感じ。週末は2の文化祭行ったことある？あるよ。一緒に行ったか。一緒に行った。確かに。そう、2の文化祭懐かしい。何して、ポップコーン売ってたっけ？ポップコーンだった気がするな、来てくれた時は。そうだよね、ポップコーン売ってたの。そう、終わったけど。そんな濃いエピソードもない。幽霊部員だしね。幽霊部員だし。ここ行って、週末はライブ行ってっていうのを繰り返してた。いやー、でもなんかすごいエンジョイしてたよね、やっぱ。お、急に前出てきた。どうぞ。T シャツ可愛いんだから見せてあげる。あ、可愛い。可愛い。可愛い。なんて書いてあるの？ドロイド。ドロイズ？ドロイズ。あ、このロボットたちってこと？これなんて名前？お前誰？あ、知らない。あ、知らないの？あ、でもワンちゃんみたいなフォルムね。ドロイズ will be ドロイズ。最近スターウォーズ強くて。そうなんだ。再熱の。うん、へえ。熱い。今シム好きで盛り上がってる。あら、あ、家族全員で。弟と二人で。あ、二人かい。二人だった。もっといっぱいいるかと思った。みんなもスターウォーズ好きになんなよ。いや、そうなんだよね。私もつも見てないもんね。うん。最近のだけ見たんだよね。あの女の子が主人公のやつじゃないや。でも新しめのやつ見た。なんだろうね。なんだろうね。映画？うん、映画。何本か見たよ。3本ぐらい。え？めっちゃ見てんじゃん。じゃあもう見た方がいいよ。ね。そうだよ。ね。ね。今日さ、ダンサーみたいじゃない？ね。うん、踊りそう。見た、踊れるしね、実際。確かに。ミッタンとツーって踊れるんですよ、実は。ね、やめな、その踊れないダンスやめな、なんか。アドライズってこと？そうだよ。ドロイドになってるみたいです。ツーは、あの、元バレリーナなんで、ツーは元バレリーナ、もう、どっからどう見てもバレエやってそうじゃない？やってないだろ。バレエが。バレエいじってんな。一応バレエやってんの。バレエやってんの。バレエやってた。どっちの？
え、こっちのこっちのこっちのやってやってる人の動きじゃない。みったんは、バレエとピーターパン役、ピーターパン役じゃない、ピーターパンの、マイケル役です。そうなんだ、ちょっとなんかできる、マイケルの一節できる、ソロがあったんち、やってっていう。絶対嘘だよね、今作ったでしょ、ね、ほんとほんと嘘つけよ。でどこのシーンのなんだよ、だって、うん、かんない、それソロ、うん、そう、本当に信用ならな い, でも私今はモダンバレエなんで、あーそうだ、あの結構ダンス寄りではある。あ、そうなんだ、うん、え、何バレエ、クラシック、クラシックです。はい、かっこいいね、つま先立ちでしょ。行き方つま先立ち、つま先立 ち, 先立ち、親指がこうなるやつ、なんか指の親指がこうなるは怖いかも。足の指が足の指がこうなる、こうなる、こうなってんだよ。そうなの、え、そうだよね、だからつま先立ちでしょ、うん、ほら本当にやってたの、あんた、あんたやさ、違う、バレーボールの方じゃないの。こっちでしょ。ねえさん、もう一発、西田もう一発。飛べすぐ配球の話して、ねえ、飛べないカラス、飛べないカラス、飛べないからさ、ね、クローズとかの話してるか。ちょっとわからないんですけど、ね、あと見たらヒップホップでしたっけ。あ、本当にヒップホップだっけ、はい、やってました、ヒップホップやつ、はい、違う、はい、ヒップホップ、ヒップホップやってたって、ヒップホップ、かっこいいよね、踊れんだよ、みたん一応今度なんかさ、切り株の MV とかで踊ったら、うん、いいよ。あー、いい、マジ、ありがとうね、一人で、うん、だから全なんかフォーメーションとか全部やるから、え、じゃあ一人でやって、なんで歌が踊らせようとしたら一人で増やしてもらって、ダンサーを、え、なんか合成とかで、あ、全部見たのこと、衣装とかも変えるの、それは全然入ってもらって大丈夫、いやいやいや、踊れないから私。でもなんかだからミッタがこうやってヒップホップでこうやってイエイイエイってやってるところを、なんツーがこうやってなんかこうやって回りながら、やだで、音はあれでコンテンポラリーみたいな、コンテンポラリー、なんで私だけその自分の表現力みたいな感じ、それぞれのあれを出していこうみたいな、あ、それぞれの、いや、やったことないから、別にコンテンポラリーあれないでしょ多分。あ、そうか、別にいいのか、経験とかじゃない、うん、あ、いいの、己の中の、そうだよ、だからそれぞれがそれぞれのジャンルみたいな、うん、でやっていけってこと、そうだそれいいのかな、どうなんだろうね、まあそんなわけですね。これ大丈夫かな、これね、結構やばいかも、今回やばいよね、うん、やり直す。やり直しあり、ありだ、ね、ここはちょっと編集点ですから、うん、いいよ、切り替えラジオ。